激しく燃えるコンセントこれはナイト製品評価技術基盤機構が公開した実験映像発火の原因は先の曲がったコンセントを使い内部で接触不良を起こしたためでしたこたつや電気ストーブなどをよく使うこの季節気をつけたいのが配線器具の火災です 一つの配線器具にたくさんのコンセントを取り付けるいわゆるタコ足配線皆さんもし最大消費電力を超えて使用すると内部で発熱し出火の原因となります。 配線器具による火災はここ5年間で増加傾向新型コロナによるテレワークの普及も背景にあると見られていますさらにアウトドアブームで需要が高まるコードリールも注意が必要ホットプレートに電気ストーブいろいろ使いたくなりますがつなぎすぎてしまうと。 激しい爆発音と火花がコードリールの場合注意すべきポイントがあります巻いたまま使う場合は伸ばした場合と比較して接続できる電気製品の消費電力が数分の1になりますコードリールには巻いたままで使った場合の定格電流と全部引き出した場合の限度電流が決められていて状況に応じて正しく使う必要があります 私たちが普段何気なく使っているコンセント火災を防ぐためにも身の回りの再貢献が必要です